カール・スコッツベリと妻カール・スコッツベリはスウェーデンの植物学者南極探検家であるカールス・ハムンに生まれた1898年からウプサラ大学で学び1907年に博士号と教授資格を得た1901年から1903年に行われたスウェーデンのアンタークティック号による南極探検に参加し1907年から1909年に 行われたスウェーデンによるパタゴニア探検を引いた。この探検で1908年にファン・フェルナンデス諸島で白断化の絶滅した種、サンタルム・ファーネンディナナムの治世を最後に観察した。1909年から1914年の間、ウプサラ大学植物園のコンサーベーターを務め、1915年からヨーテボリに新植物園建設のために働き、 1915年から、ヨーテボリ植物園の教授、園長を務めた。スウェーデン王立科学アカデミーの会員を務め、1950年に、イギリス王立協会のフェローに選ばれた。同年、第7回国際植物会議の会長を務めた。1958年に、ロンドンリンネ協会から、ダーウィン・ウォレスメダル、1959年にリンネメダルを受賞した。 スコツブは植物の学名で命名者を示す場合にカールスコッツベリを示すのに使われる。ありがとうございます。